前回の続きから解説したいいと思いますえー、現在のこの局面は、えー、中飛車側が後手番なんですが、まあ、中飛車の講座ということで見やすくするために手前側に置いてますはい戦後反転して解説しております、えー、この1一竜という手に対しての、えー、候補手なんですがえー、角を打つてあごめんなさい 香車を取る手ですね強者を取る手や、えー、玉を寄る手を解説したんですがまあ中飛車側が結構受け身になってしまうという話を前回前々回でしました、まあ、他に考えられるのは、えー、桂先に銀を打ってですねしっかりと守るやっぱりこの桂馬と持ち駒の香車をですね、えー、連動されて攻められてしまうことが多いので。 はい、それをしっかり受ける手なんかも考えられます、まあ、他には負を打つ手も考えられますね、はい、今回はこの負について解説したいと思いますはい歩に対してまあこれは桂馬がいなくなったらこの桂馬邪魔ですよといなくなったら竜を取りますよという手ですねですから例えば桂なりが飛車取りなんですがこれに対しては竜を取りまして取って。 同と、はい、戻しておけばえー、まあ歩を打った局面から考えますとえー、振り飛車側中飛車側は飛車系を手にして居飛車側は飛車だけを手にしたっていう状態ですね。でまあ取り返した形で、まあ、まだ囲いが安定してるわけではないんですがこの玉が寄っていけばかなり安定しますし。 飛車の打ち込み場所もほととんどないとここに打ったとしても、まあ、しっかり銀を打っておいても良いですしね銀を打っておけば、まあ、飛車が取れそうですしまあ馬をどこかに上がっておいて、まあ、連結させとくような手も考えられると思いますねはいで逆にこちら側はですねちょっとバラバラですのであまりうまくいかないと例えば え何かやりますと桂馬みたいな攻めも厳しいですね銀取りで銀が動くとはいどこかに飛車を打つ今すぐだとこれ大変なことになりますちょっとパスした手が端歩だったので大手飛車取りみたいな手があるんですがまあまあ、取っといてもいいですかねこう取っといて桂香を拾っとくなんていう手もありますしちょっとパスこっちにしましょうね桂、はい、馬打って 銀がこちらに逃げると飛車を打っておくと。でもしもこちらに逃げると強車を取って同銀に大手で飛車を打っておくと。で何か普通の合駒すると桂馬を取ってあの銀も手に入れられるという攻めもあります。はい桂馬みたいな手もあればまあ、普通にですね馬でこちら側の桂香を拾っておくっていうのも厳しそうですね。 でですのでまあこの局面自体ははい桂馬をなったとしても由を取っておけば、えー、振り飛車側が指しやすいとなっておりますただし、まあ、歩に対してはこちらの桂成りが厳しいですねで同玉に対して、まあ、強者はい、この時に、えー、五筋に歩を打ったのでえー 中飛車側は不切れとなっております受け方が難しいですね。でまあ強者以外にそうですねタイトル戦なんかも出てますこの将棋がありまして、えー、羽生さんは端に角打った将棋を2局ほど指されてますかね、はい、端に角を打って角のラインを絡めて攻めるという手を指してます玉が逃げたりしたらまあそれから強者打つんですかね強者を打ったりとか。 もしくはもっと激しく行くならドンと竜を切ってしまうとで同金に銀を打つとこの角のラインを使ってるんですねで玉が逃げたらはい飛車を取っておくというような感じでまあこちらの玉も結構薄いんですが攻められる前に一気に終盤戦に持っていくっていうのがこの端角の狙いだったりしますね はい、を切って銀結構厳しいですね強烈なな攻めになってからまあえー、羽生さんが指した2局の将棋はいずれも角に対しては歩を突いてあるんですがまあそれに対して強者を打つというような感じでまあ竜の利きを下に通しておいていつでもこの金や銀 金や銀を取れますよっていう状態にしつつ上から強者や角でですねはいなんかいろんなラインを使って攻めてくるというのが考えられますまあ今回はですねえまあ初心者初級者の皆さんのためということで分かりやすくするために強者の方を選んでますはいでこの大手に対して桂馬を受けますと同強同玉で角ですねで玉が引いて 銀を取るとで同金は同竜とされてこれ結構厳しいですね香車を受けたとしても大手で桂馬を打った後にはい銀打たれてですね飛車取られてしまいますし桂馬は急所に残ってますので、うん、受けきるのは簡単ではないですねというか受けきれませんねですしこの竜に対して玉を引くのも はい、玉が引けなない形なんですね。桂馬持ってるので大手飛車取りになってしまうということでこれはまずいですねですからまあ竜の方を取るんですが馬で金を取られておくとやっぱり次の桂馬が厳しいですねここに桂打つ手が厳しいですし玉を引いたとしてもはいこれやぶ蛇ですね桂馬打たれてしまうと。 ですから香車、ね、を打ってもしも桂馬打ったら玉を引いておいてまあ香車を打った甲いがありますよね銀を打たれなくて済むという手はあるんですがただまあ普通にですね金を打って飛車を取られてしまうとこれは大変ですねうん例えば何か馬とかで催促したとしても。 今度こそここそで,桂馬,が良い手です、ね、桂馬打って玉がこっちなら飛車を取って同金同馬とはい寄りがたちですしまあ玉がこっち行くのも飛車取って同金という形はちょっと怖いですね、まあ、この銀取りに飛車を打つような手も厳しいですしまあ平凡に銀を打って攻めるような手も考えられそうですねはいまた 馬取り日射なんかかも厳しいですかね馬が逃げたら金を取って同玉でこの銀を取ってしまうとはい中飛車側がなんか裸玉になってしまいましたねですから、えー、ちょっと戻しまして、えー、強者に対して桂馬を受ける手は良くないと。 ですから玉を引くしかないですねで玉を引いた手に対して、まあ、金を取る手もないことはないんですが金を取ると、まあ、同玉と一回戻しとく手もありますし竜を取ってはい銀を取って同玉と。で銀を打って攻めたとしても、まあ、どっちですかね、まあ、銀で守っておいて飛車を取って同金もしくは同銀と取り返しておけば。 まあすぐに潰れる形ではないと銀で取った方がいいかもしれませんね銀と金銀をしっかりと連結させておいてまあ玉は裸なんですが飛車角金持っていても玉にすぐ迫る手はないですし例えば角とか打って角なりと角を出る手狙ったとしてもいつでもしっかり埋める手が残ってますよね。で角が出ても強者をこの辺りとかもしくは下段。 はい置いておけばすぐにつかまる形ではないのでしっかり守った後に、えー、馬ではいこの馬で後でですねこちらのケーキを取り返しておけば、まあ、振り飛車もまずまずですね。はいですから、えー、玉が引いた手に対して単に金を取るのはまあそんなによくありませんね。 でここでどうするかというと前回も出てきたんですが歩を打つ手筋が良い手ですねはいまあ歩を打つことによってえー、馬筋から隠しているので次には金が取れるとでしまあ、放っておくとと金を作ってポチポチ攻めていくのも結構迫力がありますねで同銀は金がだはいで同飛車は 角が痛いですね角を打って玉が逃げて飛車を取って同銀ではい金を取っとくというような感じで攻めればまあ駒得が確定してますので、えー、居飛車側が有利となりますですからまあこの歩ですね歩を垂らす手っていうのは覚えておかれると良いと思いますまあ実際はですね歩に対して えー、香車を取って歩がなって香車を受けておくというような感じで指せばまあ結構難しいかなと思うんですよねはい、まあ、単に香車を打つかまあ一回銀を逃げる手もありそうですか銀を逃げてと金で金を逃げておくとでと金が寄った時にそろそろ強者ですかね香車とか打っておけばまあ取られたとしても同飛車と取り返しておいてまあ堅いですし この相手の強者が動けばこう馬が通ってきますので守りやすいと例えば取ったとしても同銀と取り返しておけばこちら側の玉は硬いしまあ竜取りになっているともう一回強者を打ったとしても今度歩を持ってるのではい歩を打っておけばですね強者動けませんのでえ居飛車側も困ってしまうというような感じが考えられます まあ実際はこれで結構難しいんですがただなかなかですねふたらした手に対して香車を取ってここに香車打つとかっていうことはですねなかなか差しづらいかもしれませんしもしかしたら金を取って同玉ではい角を打っておくと歩が歩が成るためですね次はい角打ってまあ桂馬が取れば桂馬取れば歩がなっておくとか。 同馬なら同歩としておいて自陣が安全になるとかしてまあ結構大変そうな感じもしますね。は考えられるんですがえ戻しますね。この歩ですね。ただし桂馬がなって同玉に今のような香車とか端角で攻められた時にちょっとですね歩切れだと。 初心者初級者の方だと受けきるのはなかなか大変かもしれませんはいですからまあそうですねこういう手もあるんだっていうことを覚えておくとともに、まあ、居飛車側を持った時にこちら側を持った時に封打たれてもですね困らないように今の順はしっかり覚えておいていただきたいと思いますはい今回はこれで以上となります